今回はイアン・スティーブンソンやジム・タッカーが報告した生まれ変わり事例の哲学的解釈についてお話ししたいと思います。生まれ変わり事例の存在からは、何が生まれ変わるのかといったことや、誰もが生まれ変わるのかといったことなど様々な疑問が生じます。また臨死体験者の中には、臨死体験時に垣間見た存在領域から見れば生まれ変わりという現象は存在しないと語る人も少なくありません。この動画ではこのような生まれ変わり事例に対する疑問について、どのように考えるべきか、私の考えをお話ししたいと思います。バージニア大学のイアン・スティーブンソンやジム・タッカーが報告した生まれ変わり事例の存在からは、その他の諸々の解釈を検討した結果、生まれ変わりという解釈で理解することが妥当だという事例が存在していることを示していると言えますが、前世があること、すなわち生まれ変わり自体が珍しいのか、前世の記憶が引き継がれていることが珍しいのかは何とも言えません。それゆえこのような事例の存在だけからは、誰もが生まれ変わるといったように話を一般化することは困難であると言えますが、脳を超えて記憶が引き継がれている事例が存在していることは確かであると言え、その過程にイアン・スティーブンソンが仮定しているような真犯罪のようなものが関係しているという可能性もあり、少なくとも物理法則によって説明できる宇宙とは異なった領域、もしくはそれを超えた働きを念頭に置く必要がありそうです。なお、世界の本質は物質であり、精神もまた物質に還元されるといった唯物論、機械論的な世界観が正しいとすれば、前世の記憶を持っている人の体に前世を象徴する母斑や先天性欠損があろうと、全ては体を形成する物理的、生物学的な因果関係に基づいた説明に一本化され、そこに生まれ変わりという超自然的現象が介入する余地はなくなるため、全ては単なる偶然として片付けられるだろうと思います。しかし哲学者のマルクス・ガブリエルは、物質的なものの全体としての宇宙を存在する唯一の対象領域とみなすことに反論しており、物理法則によって説明できる宇宙もまた数ある対象領域の一つとみなしています。そして世界を物質レベルという一つの記述レベルで説明することの不可能性は、生まれ変わりや臨死体験などしばしば超自然的と言われる現象を合理的に解釈するにあたり顕著になると考えられます。続いて臨死体験者の生まれ変わりに対する解釈についてお話ししたいと思います。過去、現在、未来という時間の流れのない世界を垣間見た臨死体験者は、全ては一つであると言い、臨死体験者のアニータ・ムアジャーニーは、輪廻転生の概念は、私たちの知性が全ては同時に存在していることを理解するための一つの解釈に過ぎないと述べています。また、臨死体験時にワンネスの体験をした高木義之氏は、一つの生命には無数の過去や前世が含まれていることを経験したと述べています。このように時空を超越した視点で見ると、生まれ変わりは私たちが理解しているようには存在しないと語られることがわかります。しかしここで重要なことは、イアン・スティーブンソンやジム・タッカーが生まれ変わりとして解釈することが妥当だという事例の存在を否定しているわけではないという点です。それゆえそのような事例はあくまでこの世界において意識の脳を超えた側面を理解する上で重要なヒントを提供してくれる可能性があると言えます。ちなみに臨死体験者の証言に基づくと、生まれ変わりは私たちの知性が時間と空間や主観と客観の分離の中で全ては一つであることを理解するための一つの方法であるということになると考えられますが、それに近い考えとして、
渡辺恒雄氏の偏在転生観という世界観があります。偏在転生観は門外一如思想を背景とし、すべての個人がそれぞれ所有しているように見える自己、自我というものは実は唯一のものであり、私はすべての人間だったし、すべての人間に転生するであろうといった思想です。偏在転生観について、心の哲学ウィキというサイトの管理人であるエレア・メビウスは、時間、空間が実在していると仮定しなければ、他者もこの私であろうといったことを指摘しており、このことは臨死体験者が語る善逸性とも神話的であるように思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。